こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのはここにありますけども、この長財布、ロングウォレットを紹介していきたいというふうに思っています。このロングウォレットは大阪にありますエキゾチックレザーを使うことで有名なZOOというブランドがあります。そのZOOから新しく発表されたクードゥーという動物の皮で使ったロングウォレット、こちらを今回は紹介していきたいというふうに思っています。まあ、こういうふうに色は3色あるんですね。まずはこのキャメルという色合い、そしてグリーン、そしてアイスグレーというこの3色展開、こちらをね今回は紹介したいと思います。まあ、カラーは後ほどまた紹介するとして、先ほど言いましたそのZOOというブランドなんですね。ここにそのZOOのタグがあるんですが、このZOOというブランドは、先ほど言いましたエキゾチックレザーを使うブランドで有名なんですね。エキゾチックレザーというのは主に例えばゾウ革とかカバ革、ヘビ革、トカゲ、そしてワニ革とかね、そういった非常に希少価値のある革でこういった財布を作ってくるのに有名なのがこのZOOというブランドになるわけです。このZOOから新しく発表された今回このタイプ、クードゥという動物の革で使われたロングウォレットを紹介したいというふうに思っています。そのクードゥという動物なんですけども、まあ、ここにねこういうふうに写真があるわけですけども、これはアフリカに生息する牛科の動物なんですね。これで見てみると、まあ、私たちが想像するような牛とはだいぶその、容姿も違っていくんですよね。牛科と言いましたけども、牛と鹿の中間のような動物のことをクードゥーと言うんですね。この皮で使ったのが今回のこのロングウォレットになるわけです。クードゥーとかね、クーズーとか言うんですけども、私たち日本人にはなかなかその馴染みがないのがこの皮というふうに思うんですよね。というのは、日本に今まであまり流通してない皮なんですね。ヨーロッパの方ではこのクードゥというのは流通がされていて、例えばその靴の有名なオールデンとかトリッカーズとか、そういったブランドはこのクードゥを使ったシューズを使ったりとかね、そういう風になってるらしいんですけども、ヨーロッパでは結構使われてるらしいんですが、私たち日本にはなかなかこのねクードゥの革が輸入されなかったということで、非常に珍しいというふうに思います。その特徴というのは先ほど言いましたけれども、まあ、牛科の動物なんですが、私たちが牛を想像するときには、あの茶色いね大きな可愛い目をしたその牛を想像するわけですけども、先ほどの写真のように全くこの容姿が違うんですね。そしてこのクードゥというのは、私たちがこう、感じる牛というのは、いわゆるその飼育されている牛の皮を使うんですけども、このクードゥというのはいわゆる飼育はされていないんですね。いわゆる野生動物なんです。アフリカの地で野生化として生活をしているのがクードゥなんですね。そしてこのクードゥというのは縄張り意識が強い動物なんですね。縄張り意識ですから、例えばオスのクードゥというのは自分の子孫を繁栄させるために非常にその争いごと縄張り争いをしていたということなんですね。で、表面をこう見てみると、こういうふうに独特のシワがあるんですね。でね、こうやってよく見てみると、こういうふうに少し傷があるんですね。こういうふうにちょっとした傷が無数にあるわけですね。これはやはり争った跡になるわけです。この争った跡の傷とかを個体として生かしているんですね。消すんではなくて、こういうふうに生かしながらこういうふうに作られているということです。で、こう表面を見てみると、こうやって触ってみると少し起毛されたようなタイプになってるんですね。ちょっと毛羽立ったようなタイプ、これがクードゥの特徴なんですね。このクードゥというのはいわゆるですね、牛と鹿の中間のような動物なんですね。ですから、牛のような強靭な皮と鹿のようなしなやかな革質の性質を持ったのがこのクードゥの革なんですね。これがいわゆるキャメルという色合いになります。で、もう一つの色が、これがグリーンという色合いですね。先ほど見ましたように、こういうふうに少しずつね、よく見るとちょっと傷のようなものがあります。これも一つのデザインとして捉えているということなんですね。こういうふうな色合い、これがグリーンという色合いですね。そしてこのタイプは、このクードゥの革っていうのは、いわゆるね、油分を大きく含ませていると言われている。油分というのはその動物の皮にあります油の成分なんですが、それが多めに含まれているということなんです。どういうことかというと、これを使っていくかいくほどに、これ今の新品の状態がこういう色なんですけども、これ半年間使っていくと、その油分が経年変化をする、さらにこういう光沢が出てくるようになっていて、黒光りするような性質がこのクードゥの革と言われているんですね。こういった独特の雰囲気をしたのがこのクードゥの革になるかというふうに思います。こういった感じですね。で、もう一つの色がこういった色合いですね。
さらに詳しいことを説明していきましょう。まず先ほど言ったその、日本では珍しいクーズーの革で作られているということ、そしてこのジッパーですね、ラウンドウォレットになっています。このラウンドウォレットのこのジッパーもエクセラというジッパーで作られているということなんですね。で、取っ手の部分、この取っ手の部分はズーのオリジナルの取っ手で作られているということです。そしてその先ほどのエクセラというのが開けてみると非常にこの開閉がスムーズな、ジッパーになっているということですね。開けてみましょう。開けてみるとこういう風な形になっています。スペースが結構広めに取ってあるんですね。こういったトッピング、この部分にはカードが収納がされている。この真ん中にもカードを収納することができます。そして端の方ですね、端の方にはこういうフリーポケットがついている。フリーポケットが合計で3個ついているんですね。こういう風になっています。そして小銭入れのジッパー、このジッパーですね、このジッパーも YKK の最高級作品と言われているエクセラというジッパーで作られているということなんですね。こういったジッパーになっています。でこれ蛇腹パイプになっているので、ここからポロンと物が落ちないようになっているんですね。こういった感じになっています。でこの革ですけども、この革、内側の革は、姫路レザーで作られている、まあ、同じね牛革でもこれはクーズーという革、こちらは姫路レザーで作られているということなんですね。かなりのこう容量がありますので、まあ、お札を入れたりとかカードを入れたり領収書を入れたりね、容量が大きくなっているかというふうに思います。それでは実際にどういうふうに立体的に見えるのかっていうのをね、見てほしいというふうに思います。そしてまたこの商品の詳しいことはこの動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。今回はエキゾチックレザーで有名なズーからクーズーのレザーを使ったロングウォレット、こちらを今回は紹介をしていきました。I never thought I'd feel like